玉なしか、きつい。五六発ショットガンの弾は欲しいな。できるだけ敵は無視していかなきゃと。ここ閉まってたよな。とりあえずここの鍵の謎解きを行くと敵が現れた覚えがあるから先にまっすぐ行こうか。そうか、地図がないのか。ここ敵大量に出てこなかったっけ。ここも 2,3 匹いた気がするんだよな。逃げれるようにね、回れるようにしといて、ここ奥行くと敵が出た覚え。この裏に入ってない。よし、使用するアイテム、キビキ開くんだ。グレネードランチャーの弾じゃん。いきなりそんなもんもらっても、あ、ハンドガンだ。ハンドガンの弾か。あ、強力ハンドガンの弾か。カセットテープ邪魔なんだよ。あった。これでステロイドで体力上げれる。してショットガン。来たこれ。ちょっと待って、上からとかやめて。うわ、もったいねえ。いやー、2発とも使っちゃって、せめて2発目で倒したかった。強い方の威力、そして1発食らうだけでこのダメージ。辛い。で、ここは戻ってくるところがないんだ。タマゲットアンティークコイン邪魔なんだよ。ほら、もうアイテムいっぱいになった。すぐだよこれ。ほんと お宝の写真はこれいっぺん見たらいいんだ。ただ問題はあそこ敵が出るんだよな。この裏に人形いた気がするんだけどな。まあショートカット OK。 そろそろセーブしたくもあるな。もうね、戻すのが嫌だ。やってることはほとんど進んでないんだけど。とりあえずいらないもの預けていこう。サソリの鍵は一遍開けたらもういらないのか。パーツ、ファミパンを、ね、それはね、あかん。引きこもる。ちょっと待って、戻ろうとしたら敵出るのか。ならば地下に行くか。鍵取りに行くか。攻撃を食らえるのはせいぜいあと1回。
で、ここだよな。もう一箇所がね、何だったっけ。一応ヒントはこれなのかな。一番左に敵がいるんだよね。3つの A と手。3つの A の意味が分かんなかったんだけど、一番右上になんか番号書いてんのか。適当に開け閉めしてたらね、出たんだよね。これと手だけでよかったのかな。ほら、で敵出てくるんだよね。その代わり鍵が入ってくる。3つの A、どういうこと。したら鍵ゲットで、湧いたな。よし、あいつらはドアを開けられないんだよ。消えた。で、解体室の鍵。中に湧いたね、この音。解体室ここだよね。ここ敵大量にいた気が。ほら、とりあえずこいつらはドアを開けられないようなので、心細え。消えたな、消えたな。よし、ショットガンないと無理かな。ガード回復。厳しい。そうか、木製のスタチェット、とりあえず消費しとこう。行かなくてもいいから消費はしとこう。使っとかないと邪魔だ。これ確かね、ファミパンおじさんから逃げるときこのルート使ったら絶対逃げれたはず。誰がこんなもの。ここまで来たら絶対逃げれたはず。敵枠からね、こっち行かない方がいいんだよね、確か。奥の部屋に行かなかったら敵出てこなかったような気がする。サプリメントで、ここにステロイド知ってるんでくれよ。ハンドガンの手間で薬液で、まあ一応壊しとく。ここにグレネードランチャーがあったはず。でここの敵は出させたくないから行かない。回復薬を作るか、弾を使うか。帰ろう。
さあ地下の探索。ショットガンの弾が2発ぐらい。プラス今ファミパンおじさんが消えてるな。ちょっと上行くか。おばあちゃん消えてる。とりあえず現状おじさんの声がしないね。ここのアイテム回収しとこうか。ここビデオテープあったの？よし2個目。でかい嵐が近づいているらしいぜと。確かビデオカメラ見る必要なかったはずだから見ない。内容は知ってるしね。でカセットテープ、ダーツ。とりあえずアイテム回収は OK だな。ここに人形が。よし、これはセーブしておくべきかな。よし、アブレン。もう戻しは嫌だ。ね、これはあれだな、地下を一周して鍵取ったところでセーブだな。まずここは敵が出ないから普通に一周してこよう。で、ここが出るんだよな。あれはもう倒せ、ショットガン使ってでもできれば使いたくないの。ハンドガンで倒したい、ここの敵は。ここなんとかハンドガンで終わらしたい。手よりもこれ逃げよ逃げよ。ここで地図取って キーピック開けて、よし、お宝の写真、カセットテープ、でショットガンの弾。マジショットガンの弾が持てない。でも敵が湧いてない。あ、ラッキー湧いてない。じゃあアイテムをね、今のうちにアイテムの整理を。条件はない、ショットガンの弾を取るなのか、もしかして。とりあえずアンティーク、いやカセットテープで、アプリ、ビデオカードでアイテムスッキリ、デレリーフ。敵は湧かねえよな、戻ろうとして。さっき湧いたんだっけ、あれ。大丈夫だな、よし。で、2個目のレリーフ。して、さらにこっちのルート。
オーケー、よし、これこれ、欲しかった、最大体力アップ、ステロイド使いますよ、よし、あー気持ちいい、んー気持ちいい、で帰る、敵は出さない方向で、で力打つ、今のショットガンを確保して、敵はいても無視する、多分このショットガンの、このショットガンの弾を取るのが敵の枠条件かな、ほら湧いた湧いた、とりあえず無視しよう、ドアも開けれねえやつと戦うか、バーカ、でタンマアンティークコイン、アイテムチェック、アイテム1個持てるな、ハンドガンの弾、オッケーオッケー、でここの鍵取ったらセーブだ、よし、こことここだけでよし、よし鍵取ったら即行こう、帰る帰る、セーブ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 しに帰る、マジラッキーラッキー、抜けれた抜けれた、帰る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 、よし順調順調、よしよしやった、これはいいんじゃないか、かなりいい感じじゃないか、これはもうセーブするしかないぜ、アイテム整理しておこう、今から地下の奥に行くから回復薬のいいやつは片付けとこうかな、よしでアンティークコインで鍵は今から持っていく、でショットガンは、弾をまず入れとこう、よしこれでアイテム欄マークで、写真はもういらない、よし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 、で、セーブできる回数はカセットテープあと5個か、よしよしセーブだ、